臨床心理士の高間忍です。今日はコロナと薬物中毒といってアメリカ心理学会のニュースから少し話してみようと思います。ツイッターにもツイートしている内容ですので、それ思い出しながら聞いてもらってもいいかと思います。ツイートできなかった分もちょっと話したいと思います。どういうツイートだったかというと、コロナの不安によってね、オピオイドと覚醒剤の乱用が増加しているという話なんですね。で、このね、オピオイド、これ覚えておいてください。何それってこう思うじゃないですか。オピオイド、これはね、麻薬性鎮痛薬なんですね。麻薬性の鎮痛薬。例えばですね、モルヒネ、コデイン、ヘロインとか、これをオピオイドと言います。モルヒネ、コデイン、ヘロインですね。これは依存しやすくて、こうね、どんどん使ってると使用量がこう増加していくんですね。どんどんと増えていく。これね、耐性というんですが、この耐性は、オピオイドが一番最強ですね。その次に耐性が多いのは覚醒剤ですね。どちらにしてもどんどん増えていくんです、使っていくと。そうすると経済ね、圧迫しますから、買わないといけないから、悪いことしてお金を貯めて買う、でまた増えるからまた取るみたいな。で、これがですね、オピオイドによる死亡事故というものもだんだんとね、多くなってきています。で、咳止め薬でブロンっていうのがありますが、これは合法なオピオイドですね。結構簡単に手に入ります。ただ、ブロンは、これはコデインの一種ですね。コデインの一種ですから、これも増えるんですよ。どん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 増えていく。ちょっとでは効きが悪くなっていく。そうやってしてブロンの大量摂取でこうラリっている人、結構問題になっていますね。漫画家で、亡くなった中島ラムも、ブロンの乗用者でしたね。彼もね、ちょっとねラリってたんですね。で、そのコロナでどうして増えているのかというと、これはね、孤立しているからなんですね。孤立することでね、一人暮らしやステイホームでね、孤立するじゃないですか。そうすると一人になるから、どんどん不安になってくる。で、こう、アルコールとか薬物を取ってしまう。そこに歯止めがかからなくなっていく。薬物も麻薬性鎮痛剤のブロンとか買っちゃうわけですね。このね、薬物中毒っていうのはコロナを発症する可能性がね、高くなるらしいです。死亡リスクも高いらしいですね。2020年6月ですから、10ヶ月前のアメリカの調査によると、13% がコロナストレスで薬物を摂取しているという結果が出ています。あれからもう10ヶ月経っているので、今もっと増えているのかもしれないですね。で、そういう場合、どういうふうに薬物摂取している人をこう治していくかというと、まず薬、中和剤を使うことですね。中和剤を使うことで、もう一つは、認知行動療法とか、自助グループ、この2つですね。中和薬は、これは薬の領域です。自助グループとか認知行動療法は心理療法の、役割ですね。
頻繁なこう自助グループの活動が始まっているみたいです。アメリカの方ではね、アメリカ結構薬物摂取多いですから、まあ、日本も安心はしていられないですけれども、まあその頻繁な自助グループのねミーティングとかで、その治療モチベーションがねこう上がるんですね。薬物やめるって大変で、まあほとんどやめられないんですね。ぶっちゃけね、やめられないんですよ、薬物一旦やっちゃうと。だから常にこう自分で自分を律していないとまた走っちゃうんですね。だから、毎週自助グループにこう参加しているというのは意味のあることです。これはね、毎週でないとダメなんですよ。1ヶ月に1回じゃ、まあダメですね。毎週出てください。まあできれば毎日出てください。まあそれぐらいやってれば、こう、一日の終わりに、ああ、今日も薬物摂取しなかったな。それをね、積み重ねていく。これね、積み重ねても、OK かというと、OK じゃないんですよ。積み重ねても習慣にはなりませんから、これね、死ぬまで毎日ぐらいの勢いで、やってみてくださいね。そうしないと、この薬物中毒からこう回復していくというのは非常に難しくなってきます。で、中和薬の話をしました。しかしね、このね、オピオイドは中和薬あったとしても、覚醒剤はね、これ中和薬ないんですよ。覚醒剤。これやっちゃうとね、もうね、心理療法でしか対応できなくなってくるので、本当に大変なんですよ、これ、はまっちゃうと。覚醒剤ね。プロ野球選手とかがこう、痛みを緩和させるために、覚醒剤とか麻薬をやったり、オピオイドをやったりします。医療用麻薬もこれオピオイドですね、大麻ね、やったりします。で、あとはね、スランプになってこうどうしようもなくて、自分ダメだな、ハッピーじゃないな、そこでやっちゃうんですね、薬物覚醒剤で。これね、戻れなくなるんです。だからこう何度も何度もこう捕まるということがありますよね、プロ野球選手とか芸能人。あの人たちはまあそういう状態に陥ってるんですね。だから毎日の自助グループの出席というものが必要になってきます。それぐらい一生かけて、まあそれと付き合っていくという話なんですね。大変なんですけど、まあしょうがないですね。で、あと、そうですね、こう今その CBD オイルというものがこう結構話題になっているかもしれないですね。これはね、オピオイドの代わりに CBD オイルがあるよってこうスポーツ選手が結構使ったりしてます。ハリウッドの、俳優さんも緊張緩和させるために、ストレス緩和のために使っていたりします。で、これね、オピオイドの代わりなんですよ。オピオイドの代替品ってなるとちょっとね、怖いと思いませんか？確かにこう危険性はないみたいに言われるんですね。まあそうなんだけれど、オピオイドも最初出てきた時は危険性ないって言われてたわけです。あ、危険性ないとは言われてませんが、例えばブロンね、あれ買えますから、大丈夫ですよ、容量守ってくださいねって販売されてます。で、みんなガンガン買ってます。で、ラリってます。まあそういうふうにね、ならないとは限らないので、まあ、CBD オイルも安全性が本当に安全かっていう太鼓判がついてるかというと、まあそうではないかなと思うんですね。未定な状態が現在ではないかと思います。
だからまあそういうものにはまあできるだけ手を出さない方がいいのではないかなと思っています。そういうところにね頼るんではなくて、あのカウンセリングとか心理療法でそのストレスを緩和させるというあのスキルを、マインドフルネスのスキルとかね、そういうのを身につけていく方がよっぽどあのいいんじゃないかな。あのカウンセラーとしてもそっちをおすすめできます。マインドフルなスキルというのはこれはもう副作用ゼロですから、オピオイドとか、CBD オイルとか、まあ、そういう、こう薬とかにあの頼るんではなくて、あの心理療法的なアプローチをされてみてはいかがでしょうか。それでは失礼します。